おばさんです。アムアムワールドアムアムカレーです。久しぶりのちょっと登場阿部寛。一応ね、前にスシローとかで、あ、そうだよね、阿部寛として出たことある。広瀬さんです、はい、オズワルド畑中で、それ今、はい、ありがとうございます。いや、もうね、また何か始めようとしてますね。そうなのよ、もう、うん、T シャツの売り上げがすごいという今、そうですね、最も売れてる最も売れてるというデザイナーの方のね、はい、今回1万円企画用意しました。サーティーとスリルはちょっと一応教えてます。今回、はい、まあ、新ゲームで最近始まったばっかり、はい、あなたの財布見せてくださいちょっとテイスト違いすぎないですか。もっとなんかスパンとこうカタカナ文字ぐらいで、もうあの家ついていっていいですかスタイルでやってスタイルで、あなたの財布見せてください。ハタン、私これハタって呼んでるんですけど、はい、いいですかこっち側に慣れさせてた慣れさせてた方がいい。カタナさんの間はもうハタって呼んでるんで、ハタ、 んで、はい、ハタの、はい、財布の中に入ってるお札あるの、はい、あれを事前に1回抜いてもらいます、はい、封筒に入れといてもらう、はい、で、まず財布チェックさせて、こんなレジート入ってるの、あー、買った金額とか、そう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 、そういうのを見るとこんなカード入ってるとか、はい、それはもう本当視聴者さんのためにまたのプライベートを私は二重で楽しめる、二重で楽しめる。で、入ってたお札あるじゃん、はい、金額、はい、例えばじゃあ5万円だとする、はたがこれコール決めれます、まず4000円でもいいし、はい、10万円、はい、っていう、まず設定金額いくらでもいいってことですね。いくらでもで、設定金額より実際の金額が多いか少ないかを私が当てるっていうね。はあ、い、でもし私が外したら、はい、1万円です。うわ、完全に2分の1ですよね。まあ、2分の1だけど予想はできるからね、はい、一応まあレシートを見るなり見たりとかいろいろ質問もさせてもらうから。あ、なるほど、嘘はついちゃいけないですね。いや、それはもう好きにしていい、それも自由なの、自由よ、それ心理戦だから。そういう勝負をしつつ、はい、まあ、視聴者さんのため、多分そんなに嬉しくない俺の財布の中身のそんな、いやいやいや、そんなに求めてないんですよ。いるんでしょ、一人の、まあ、T シャツ買ってくれる方はいるんでしょ、見たいかもしれないけどT シャツのレシートでできたら思うんですけど俺が300枚買ったら財布見せてもらって、はい、ええー、ですか、オッケー、なあるんですか。いや、それです、それ正解、ハマったま正解、オッケーでした。アムアムワールド今抜いてもらいましたんで、はい、抜いてきました。ハタの財布って見たことある？え、これじゃあちなみにいいですか、はい、こちら、これ僕の、あれ、ヌメ側かな、これは、うん、あのヌメ側なんですかね、もうあんまりわかんない、うん、でも馬の皮の、馬の、あの、おー、そうなんだ、お尻の皮みたいな、これ買ってもらったんですよ。え、どなたに？あの魂の巾着本田さんに。お、じゃあもう、いつ頃買い替えたの？それが2年前ぐらいで、僕が元々バイト先からずっとお世話になってて、はいはいはい、NSC 生の頃から。で、本田さんがあのパラデル漫画でね、こう成功して、結構普通に稼げるようになった時に、僕はずっとお金なくて、うん、ちょっとどうしてもお金ない時、本田さんにちょっと5万円貸してくださいって言って、うん、結構すぐ貸してくれたんですよ。で、これなんとか月々1万ずつでも返していきますからみたいな話をしてて、うん、ずっと返していけてなかったんですよ。で、本田さんが、畑中が金ないのは使ってる財布がボロボロのせいだなんつって、じゃあ俺が財布買ってやるって言って、これ6万円の財布を買ってくれたんですよ。5万貸してる人にめっちゃくちゃかっこいい6万円の財布を買ってくれるという。で、これ2年前でしょ。そうで、M1 決勝行けたんですよ。これうわ、結構縁起もあるというか、いい、ね、はい、じゃあお気に入りの財布、お気に入りです、もちろん。素晴らしい、ずっと使っていきたい。そっから本田さんにはお金返した、はい、返させていただきました。おお、はい、それは絆、はい、兄貴の絆、兄貴の絆が。これじゃあブランドは何かとかは特に、これは、僕詳しくないですけど、ガンゾっていうなんか日本の革メーカーの、渋いね。そうだから、ブランドがどうとかっていうよりは革のもの自体が結構いいらしい、うん、すごい。だって2年半使ってて、はい、もうその剥がれとか傷全然ない。ないですね。大切に使って、もうちょいちゃんと手入れすればもっと多分綺麗なんですけど、めっちゃいい、はい、ちょっと早速開けさせてもらって、はい、案外ね、重厚感半端じゃないです。結構そうですね、このね、うわ、緊張すんのよこれ、いつも人んちの家に覗いてんのと一緒だから全部プライベート詰まってますもんね。そうこれ、うわ、あ、いいね、中はこういう、はい、ベージュ。そうですね、ちょっと、あ、結構レシーターなんだね。結構一応ですね、レシーター取っといてくれということ。なるほどなるほどなるほど、はい、結構買ったもの全部入れてます。
カードとかちょっと見ちゃうよ、はい、出ました、マンボウです。満喫マンボウ出ましたっていうカードないの、出ました、これ結構先頭の方にあるからね、はい、そういやね、視聴者さんが免許証の写真見たい、はい、いや全然いいですけど、本当に旗だ。そうでしょ、普通に旗、最近のあんま変わんないね、こんな免許証見たことないけど、うん、だいたい変わるじゃん。あ、うん、マッサージですね。あ、マッサージでも値段、そのいやらしいマッサージじゃない、確かに、はい、あの80分ぐらいかけて行ってるんですよ。なるほどね、7000円、はい、疲れてます、肌肌結構疲れてます。でもマッサージ、マッサージ、マッサージ多いな、なんだ疲れてんのか、行っちゃってますね。なんか、はい、旗もさ、やっぱこうお金ない時代俺も知ってるから、はい、あれなんだけど、はい、マッサージ行くようになった、旗マッサージはもうそこにお金かけれるようになった、結構もう僕の中で一個娯楽としてな、パチンコが結構さ勇気だったじゃん、はい、楽しみの一個、そうですね、マッサージ、マッサージという娯楽を見て、娯楽行ってるな、当たりのマッサージしてるんですけど、なるほどね、それは売れてるわ、はまっちゃってんだ、ちょっと売れたよ、旗売れたよ。まず旗がマッサージに行けるようになってるってことが一個ヒントです。いい情報だよ、ね、いい情報、ちょっといい、はい、今凝ってるか凝ってないかってあ、なるほどね、最近行ったかどうかってのわかる。ちなみに旗、今日終わり何やんの。今日は、ラジオの収録、あ、夜この、そう、今無限大ライブ終わった後はそれまで。あ、じゃあ今日マッサージいけねえな。いけないね。いけない。あ、そうですね、今日はいけない。ということはマッサージ用にお金用意してないはずだから。なるほど。いや、そんな高価なあれじゃないですよ。3000円とかですよ、多分1時間。あとマッサージのカードですね。マッサージだらけじゃん。もう。ポイント溜まってます。ポイントも溜まってますよ。それは、あ、最近、ちょ、ヒゲ脱毛。言ってて、まだ、なるほど、回数こなしてないです。ヒゲ脱毛のカード、はい、そうです、自分に使ってるな、もう使ってるよ。すごいね、綺麗になろうとしちゃう、設定金額、はい、実際の金額以外の金額、そうですよね、実際の金額以外ですよね。47,000円。うわ、なんだこの、え、なんで47,000円なの。ちょっと待ってください、変えてもいいですか。おーい、52,000円。なんで52,000円。結構今までの俺のお金ない時を知ってるんで、うんうん、こいつが最近お金を持ち出したということはなんか嬉しくて財布にいっぱい入れてるんじゃないかっていう考えがあると思うんですよね。どっちだどっちだ、はい、なんとなくの予想というか、うん、お金いっぱい財布に入ってるなのちょうどいい具合が5万2,000円。5万2,000円がで47,000円も一発いってるやつ。47,000円も一発いってる。うわ、はい、開運みたいな。開運とか、うん、あの初詣行った時のやつねとか入れてるのよ、はい、だから結構験担ぎ、はい、結構する人なのかどうかっていうとこ聞きたいね。重きを置いてないですけど、 あんまり気にしないタイプ。なんかあのいただいたお守りとかを、うん、カバンにつけてたりとか、はい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 、なんかそういうのは一応やってはいますね。なるほど、はい、ということはこの財布が6万の財布だったから、うん、はい、6万以上は入れないとなとか、はい、そういう気持ちがあったりする。ああ、それはあんまり考えたことない。ああ、はい、旗のラッキーカラーって黒って知ってた。え、知らなかったんですよ。何ですか旗のラッキーカラー。黒、白、緑、この3つなの。黒、白、緑です。いつ調べたんですか。なんか 黒緑みたいな感じ、ね、黒緑ちょっと濃いめの光沢があって、うん、はい、だから、もうラッキーカラーなのこれ。がっつり。あ、それは知らずにですよね。財布の相性としてもお金が入ってきて、あら、うん、これ旗、黒白緑覚えておいて。私占い師だから知られたんですか。ラッキーカラー誕生日で出して、あ、分かるんですね、うん、黒白緑覚えておいてください。パチンコも行くもんな。パチンコは正直めちゃくちゃ好きです。最近は、最近も行ってます。どう、勝ってる、負けてる。まあ負けがやっぱ結局多いですかね、どっちかというと。あ、なるほどね。トータルで言ったら、ね、今買ってるってわけじゃないですよ。5万2000円より、はい、少ない。ロー、ファイナルマネー。ファイナルマネー。ファイナルマネー。あ、今どう
動揺しな動揺した完全にファイナルマネーです動揺じゃないまだ5万2000円ですファイナルマネーですどうファイナルマネーファイナルマネーファイナルマネーって言ったらもう帰れません帰れないです、はい、出す順番はもうお任せ、はい、1000円テンポいい4000円5000円6000円さあこっからですこっからだね6000円こっからって言ってる1万6000円2万6000円あと2万6000円も持ってる昔は持ってなかったです昔は持ってなかった3万6000円4うわもう一枚46464万7ファイナルマネーくそうわロローロー勝ちました完全にうわ俺あれ変えたのがちょっと意味わかんなかったかな47000円かもうなんか俺46にした時に変な数字言っちゃったなと思ったんですよだからこれでもしかプロのあの財布の中に見せてくれませんかの人だったら今ので確実にもう見抜いたっていう感じになったのかなと思ってなるほどちょっと混乱をさせようって意味でうわ2個目の数字を言ったんですよだいぶ混乱してて、はい、いろいろ探ったんだけど、はい、やっぱり決め手はファイナルマネーだから本当はあそこでやっぱハイにしますとかもあったってことですよねあったあったあっただからあそこで様子見、はい、1回見るっていうチャンスは私なるほどだからもう明らかに動揺しちゃってたからもうはいはいはいフォーマルってことですか旗に来てもらいました、はい、またね来てくださいちょっとまた新たなゲーム財布の寿命は3年なの、はい、実はあそうなんですだからもう2年ちょっと使ってるでしょ、はい、もうすぐ買い時で、はい、この財布が気に入ってるんだったら、はい、あと3年くらいところに寝かしてあげるえっで3年寝かしたらまたこの財布使える、はい、来ましたということで、チャンネル登録そしてゲットボタンそしてオズワルドのチャンネルもゲットお願いしますお願いしますオズワルドお願いしますそれではハタありがとうありがとう